なんて読むんか分からん。ここだ。さあホイールさん、また何か作ったのかな。今週だけでオブザーバー5スタップくらい。マルチでございます。どうも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 。本日はこちらからのスタートでございます。メンバーはね、あと一人いるんですよね。では登場していただきましょう。ジェシー、登場をお願いいたします。あれ来ないですね。あお乗られてるんですけど、あれ消えた。あれ落ちちゃった。ラグ落ちちゃった。あれあら、あらあらあら、あれどこに行きましたかね。ツッコミどころたくさんございますよね。どっからまあ降りてきたのかっていうところ、まあ他にもあるんでしょうけど、とりあえず上見てみましょうか。どっから降りてきたの。ああ上を見る。あらららら、何あれ、あれは何ですか。ジージが落ちてきたところ、あれまあサプライズでですね、マルチメンバーみんなに喜んでいただこうと思ってですね、偉大なる師匠にお願いしまして、1周年記念モニュメントを作っていただいたんです。でもみんな気づいてしまうという。そら気づくわなって話なんですけど、まあとにかくちょっとせっかくなんでみんなでちょっと見ましょうよ、1周年の記念度。おお、振り返る。はい、一応ね、あの顔は僕が作りました。あ、そうなんですか。そう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 、コンクリート、うん、1周年は顔に当たった師匠が作ってくれました。顔逃げきった。あのカズクラの方でですね、10万人突破した時にこういうのを作ってたのがあったんで、じゃあ同じような作ってくれっつって1周年の作ってくれもらいました。素晴らしいです。はい、そんなところです。皆さんおめでとうございます。そして1年間ありがとうございます。そして今後の1年もよろしくお願いいたします。あ、感謝の感謝のやつが感謝の感謝のかすみ草が待っております。ありがとうございます。そんな、始まりでございます。今日もマルチ頑張ってまいりましょう。イエーイ。一切乗れない、一切乗れない。私は乗る気ありません。じゃあ紹介スタート、ジージから歩いていきましょう。お願いします。到着、ジージタクでございます。一例から始まりましょう。どうも、開けっぱなしはダメよ。あら、手がめっちゃでかくなってる。うわー、これはもしかしてなんて読むんか分からん。ここらでは有名な旅館、ご主人がケチなため風呂食事なし。食事なし、めっちゃケチ。臨食層。じゃあ入ります。入る。はい、行きましょう。お、受付。うわ、受付。おお、受付。出入口。ああ、こっちにもある。脱衣所かな。あ、旅館なんか。あ、ほんまや、風呂なしや。ほんまや。風呂なし、食事なしや。ここ何？すげえな。寝床、寝床。寝床、寝床。ベッド2つ。あ、2階があって、2階も同じかな。なるほど、なるほど。あ、そっちね。2階ね。あ、こっちね。あ、ここにも、あ、部屋があるのね。ちゃんとベッドある。寝室と部屋がとってことだ。なんか狭い。内装まだ。はーい。おお、ちゃんと。すげえ。いい感じ。階段下収納おしゃれ。え、階段下？うん。あ、なるほど。これね。屋上もある。ここで宴会するんかな？あれ、ポンズさん出てた。うん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 。あ、うまいこと上も張りができてますね。お疲れ様です、ジージ。グッジョブです。主人 の、 あの名前が楽しみだね。ああ、なるほど、すげえ。同時進行秘密、楽しみですな。そしたら続いて私の、はいはい、ついてたのね。はい、ついててください。はい、ガガー。今来てるかな、飛べるよね。うわー、なにこれ。ああ、ああ、ちゃー、なんだこれは。見ての通りです。うわ、できました。ここ前言ってた場所なんで、そのまんま今度違う形で作ってみました。こちら帯電クリーパー。おお、あれか、なるほど。今気づいたじゃん。なので、うん、そしたらあのクリーパーやってもらいます。マグに。あ、いいや。じゃあ堀さん、そこでちょっと開けてもらいます。じゃあマグに、ここら辺ぐらいからそこまでするのかよ。めんどくさいな。おいで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 。しーしー。ああ、と落ちると、今度こちらから、ここで名前、もし一人でやるときは名前つけたかんので、リアルに跳ねとくわ。
リアルに晴れてくる。孫2で名前をつけるように。あ、なるほど、ここでね。してます。うん、はい、名前つけて。ここが誤って落ちてもそこから出られるようになってるんで。はい、本当だ。で、ちょっと孫に流しますね。はい。あー引っかかってる。落ちました。ちょっと上に行きましょうか。で、ここにクリーパーが来るようになります。なるほど。あっという間に帯電クリーパーや。うん、名前つけてもうここに放置しておきます。だ、雷が落ちれば帯電クリーパーの出来上がり。やったー。簡単に雷落ちるからこその場所やな。そうです、そうです。一回これでやってみようかな。で、まあ爆発しても大丈夫なように全部黒曜石で埋めてあります。はい、はい、ああ、松明が飛ぶ。全部飛ぶ。上の照明が横からあ、じいちゃったむっちゃ押された後ろからここやな、出ていくの。そうです。あ、危なあ、そうか。で、下、こちらコーナー取ります。え、降りてきてもらったら。はい。で、こちら下行けるようになっております。あ、これ下あんのね。あー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 あああややこしい2人。ややこしい。あらら。で、下回収できるようになっております。回収機構があるんだ。で、まだクリーパー残ってる可能性もあるんで、これトロッコホッパー付きを走らせるようにしました。果たしてうまくいくのかどうかちょっとやってみないとわからないです。雷だね。うんうん、うん、クリーパーさえ残しときゃいつか帯電出来上がってるかなと。だからクリーパーの頭手に入れた後は、あとゾンビとかスケルトンとかもやってもいいかなと思って、うん、いっぱい取ろうよ。入れて、これ屋根ないと上が10日じゃない。ゾンビとスケルトン燃えちゃうよ。うん、だからそのクリーパー頭取ってからまた設置します、屋根を周囲に。そういうことね。はいはいはい、はい、燃えちゃうからか。そこそこ、まあ、帯電してから後から入れてもいいけどね。 JP さん落としてもクリーパーの頭、うん、あのやってみます。ダイヤのブーツとか出るらしいね。束縛の束縛アートスかもしれないですね。続きまして、おイールさん。あ、もう増えてる、もう増えてる。ゆで卵。名前ついてるもん、ね。GG コレクションここにあるぜ。うん。GG コレクション。GG コレ、GG コレ。かすみそう。かすみそう。GG コレクション。さあ何に乗れるでしょうか。5人乗って、6人乗ってんのかな。ウィルさんだけ残ってる。あ、いるわ。あれ、誰が残ってる。ジージー、ジージー降りた。ジージーだけ、ジージー降りたやろ。あれ、ちゃうか。あ、ジージー降りた。1人だけ残ってるから。あ、ジージーか、残ってんの。いらっしゃった。さあ、ホイールさん、また何か作ったのかな。ホイールさん、地下来ております。美しすぎるぞ。燃料無限きたー。カーペット、カーペット。なるほどね。ほうほうほう、砂持ってきてる。やけど。あ、やっていいの、やっていいの。これ全部ここに入れたらいい。で、ここが、あ、なんか、あ、そっち行ったんですね。オッケーオッケー、入れます。入った。あ、全部入れてくれた。あ、ほんまやな。オッケー、じゃあ裏回りましょう。おお、なんか動いてる。おぉ、これはカーペット。おぉ、すげえ。それぞれにカーペット無限機構がついてるってこと。あ、これあれか、なるほど。おぉ、そういうこと。使われた分補充するってこと。ありがとうな、ここなくなったら補充するんだ、自動で。すげえ。おぉ、下に落ちるんだ。これやばすぎ、これはやばいな。すごいすごいすごい。すげえ、なるほど。これはすごい細かい仕事。なくなったのを感知するんだね、かまどから。というか下のこのホッパーで。ここだ、気に入ってるホッパー。うん、そっかそっか、そうじゃないとダメだわな。かまどじゃダメだわな。なるほど。かまどじゃいかんわな。これが減ると動くんだ。一つの記号で3つ分。ああ、なるほど、そういうことね。すげえ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 。カーペットがまた効率悪いからね。カーペット1個焼くのに3ついるんやったっけ。 3つやんな。そんないるんだ。うわ、そう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 、無限だからこそですけど、ガチャガチャ動きますね。
すごいやん、でも。すげえ。ロマンだ。ロマンだね。ああ、やばいかもしれん。あ、行っちゃう。助かった、助かった。でも出ら、あ、ここから出られるのか。うん。あ、出てきた。焼いてる間は離れないでね。オッケー。ああ。止まる、離れるとあかんね、壊れるやつやな。下に潜る。お、ナイス。じゃあ俺もやろう。ジージが同化してる。後ろの壁と同化してる。あ、あかん。確率うまいこと言ったな。よし、全部ちょっととこ。全部黒のカーペットか。ちょっと近づく。JP さんできへんやんな。ジージはどこでしょう。もうやんだ。諦めた。諦めた。すげえ。すげえなー。あ、どうかしてんの。うん、どうかしてんの。すっげえなぁ。確かに。確かに。そう、ホッパーで均等に割り振って、で、横からホッパーで入れる。で、ホッパー一つ。うわぁ、そう、かけるしみたいに入りたい。この3つのどこが足りなくなっても動くってことなんかな。な、な、な、ね、そういうことね。そういうことか、3つ検知してる。あ、そういうことか。そういうことだね。え、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 うそん。すっげえな、おい。すごい。40連かまどが進化したわけだ。ほら、ここ。あ、これここだって。あ、ほんまや。ここだ、開いてる、穴開いてる。ウェルさん、こっち。ここも抜けたんだね、ここ。ね、この部分も。なぜ湧くんだね。ここ、ここが暗いか。おそらく私、あ、ジージね。あはははあの、7だ。ここ7だね。ホリさん、そこ枠らしい。ここも7だね。もしかして、側面全部。うん、ここら辺7があるよ、たくさん。まさかの。置いてた、置いてた。すごいなんか。タイマー、置いてった。もういつの間に焼き終わってるのね。あ、確かに。よかった。早っ。だな。いやー、すげえな。すごいものを見た。ロマンだね。続きまして、お、こっちやな。えぇ、ここも鬼空間やからね。どこも全部鬼やけどな。行きます。こっちです。スライムがおる。あ、またなんか変わってるよ。なんかうそん。いや、また一層増えてる。あ、なんか声聞こえた。ちょっと待って、すごいな。マゾンの声が。うおえ、もう一個も、あ、落ちた。天井を作った。あ、天井を作りました。なるほど、なるほど。どちらどちら、そういうこと。天井か。登り方知ってるし。天井作りました。続きまして、すげー。はい、チクチクチ。あ、なんか何やったかな。ね、増えてる。ブンガシャ、ドンガシャ、ズンガシャ。何やったっけ。フンガシャ、フンガチャか、フンガチャか。入力中です。うん、じゃあダスダスお願いします。キノコとサトウキビの収穫期。なるほど。うーん、すげえ。それであれですか。どうなってんの。メガタイガ、キノコってさ、ポーション用の材料。あ、そっか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 。あー、そっかそっかそっか。なるほど、ポトゾルね。はい、ポトゾル。これで使いたかったんだ。あ、ガシャガシャやってんのかな。じゃあ見に行こう、見に行こう。おお、ガシャガシャタイプや。ガシャガシャタイプ。ふんがしゃ、ふんがしゃ。くらくら。イルマンガさんのやつ。ああ、そうなのね。うんうん、あったね、あったね。うん、見えないな。暗い。って見えないな。キノコガシャガシャやってるんだろう。栽培できないから。うんうん、なるほど、そういうことか。あ、回収してる、回収してる、回収してる。はい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 、なるほどなるほど。すげえ。くらくら。くらくら。くら。あ、よし。おお。ちょっと。くらくら。えな、なんかワクワクするな、暗いとこ。あべべべべ。暗いっていいね。あ、これ上か。あ、すげえな、こう見たら。天井もめっちゃ綺麗。すげえ。綺麗やね。今週だけでオブザーバー5スタックくらい。すごい。え、ここのやつ、稼働、全部稼働するとすげえ重くなるという。トラップが一番重いやろな。サトウキビも。サトウキビ。いいよね、やっぱこのタイプが一番シンプルで。実は何気に改良したけど見た目何も変わってない。あ、そうなの。見た目何も変わってないんだ。
ディスペンサー式からピストン式。おおJP さん落ちたらあかんで。怖い。石の壁からチラッと見る。ほんまやほんまや、ディスペンサーなくなってる。確かに。じゃあ常に水があってピストンが下がったら水が流れるみたいなことになってるのか。なるほどなるほど。じゃあちょっと軽くなったんだ。それでディスあのオブザーバーなくなった分、オブザーバーもなくなったんだ。そうね、オブザーバーもなくなるもんね。節約とラグ解消、動作も安定。なるほど。水の出し入れが 何気にね、やっぱ重たいもんね。スイッチがここになってスイッチで真ん中だったのに、あ、これがスイッチになったの。ああ、なるほど。そういえばみたいな。うまいな。おお、ほんまや、ピストンでやってる。これは今上がってる状態で、この上に水があるのね。処理は変わらんけど水の出し方が変わったんだ。これで今水が流れてる。あーなるほどね。これで水止まる。お疲れ様です。あざーす。お疲れ様です。お疲れ様です。いいね。お疲れ様でございました。すごいですね。今週も、楽しい設備を皆さんありがとうございます。そうですね、今日はこの辺りでじゃあ終了ということで、恒例のあちらのコーナー行きましょう。ジージーを探せのコーナー。イエイ。じゃあ行きますよ。なんでキョロキョロしてんの。3、2、1、ジージー。イエーイ。どっから出ようかなみたいなこと思ったから、ズームします。はい、こちらです。ジージー統計色で溶け、ガラスを壊すつもり、溶け込んでおる。あーたたたた、シルクタッチで行きました。ヘンダーパールで。あ、ヘンダーパールできた。行き過ぎてね。あ、迷った。そうだけで、また次の動画でお会いしましょう。じゃねー。じゃねー。バイバイ。バイバーイ。かけるし、マイク変わりました。ジャンプレーン。かけるし、マイク変わりました。今言う。録音環境変わりました。録音ちゃう。